もう。Who dares to enter the mayhem? I teach Royal Court. Axel versus Kai.まあけど手伝ってくれた人に座らしたいと思ってね、ちょっと待っててもらっていいですか。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 これを使うとは。さあ聖戦士、そうですね、ロイさんと同じ光属性という噂で、あっあれあれ闇落ちしちゃう、これちょっとちょっとちょっといいとこないですよ先輩、頑張ってくださいよ。弁天様、アクセルはね、体力リードした瞬間に性格悪くなるんで覚えといた方がいいです。これリードせば、マイピーは発生間に合わない。沸騰して石はこの遠距離戦へ、足払いに出してダッシュ弁天前配車だから円安走って 8K 2P 画面端、ああ出したとガットで、あーニュース見ていました。バックステップからニュースサイク画面端受け身になりますが、昇竜拳折れない心大事、着地した組織から画面端弁天様バーセンでーす。先輩あかんです、いけません、今の放送事故みたいな感じでした。どうでした、いやいやいや、いいバーストでしたよ。何をやってますか、やったのは勝つ喜び、どうしよう、まあ俺は別に見てるだけなんで今、ま、これちょっとどうするんですか、移動できるわけじゃないけど、アゼスケさんメイって全然わかんないですけど、どうなんですかアクセル、どうなんだ、どうしよう、いや、何 あんた誰初代さんが、ね、初代さんの方がアゼスケさんより分かってるの大丈夫ですかなんでアゼスケさんに聞いて初代さんがそんなめっちゃ的確にあ、分かります分かります、アゼスケさんけどね、アゼスケさんのね、目ね、めっちゃ立ち回りうまいからね、ソル戦に回したいんですね、無限さんとかね、ね、ノブさんとモッチーさんに回したいんです、見てほしいですね、アゼスケさんのソル戦は。俺30連敗したんだよ俺なんだよ今の意味わかんねえ、なのでギアメーカーアクセルだから同キャラがもういいのかって感じになっちゃうんですけど、アクセルさん行きますか、じゃあ行きましょう、アクセルさんと梅茶さんとツイッターでデッドボールの話してたらなんかすごい怖いツイートが飛んできたんでいやもう大丈夫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 、怖かったですね。そうか、ヤクセルさんはもう14なん、すげえ、なんだかんだ ACPR からずーっとねなんてベステンポから起きました、梅茶さんじゃんかわいそう聞いてないです、ベステンポから来たのかわいそうな、洋介アクセル対ヤクセルアクセル、まあこの2人は本当にね AC そして PR とずーっとねアクセルを使っていまして、まあ確かにオールかもしれませんが、今回14段以上にお互い上り詰めております、素晴らしいですね。あかんあかん、なんか先輩のバーストがちょっと映ってる感がありますね、あーこれはイクメガリのタッチピーに対してブリッジシールドを狙ったか、吹っ飛んでいってしまう、ちょっとアクセル嫌だなっていう雰囲気がこのね、バタコチームに今ありますね。なんとかソルまで行けばアゼスケさんがなんとかしてくれる状態が今ちょっと期待中です。さあここ振っていく、同期の選手がアクセルも珍しいな、おお打ち勝った、なんでドンバー画面足、ヨースカプセルが探していきますか、パッシュピー前系 2S ボンバー、これはダメが取れそうでした、ダッシュレスも出なかった、前ハイスラペンテンガード、キングス 2S 2ゼロ取れそうでした、先に出していたのはヤクセルアクセル、画面中央連戦劇ぶち当てて NS 連戦、ここで走るが元に戻ったところを引っかかってしまう、上を見るか下を見るか、ペンテン様すごい試合だな、
疲れ様です。怖いね、勝てなかった。さあ行きましょう。じゃあ続き続きまして、ゴンザブロワークスで行くんですか。これただちょっと考えた方がいいポイントですよ。今かなり、え、向こうはモッチーさん FAB、 あ、那須さんもいるんだ。那須さんこっち来る。手加減してくれよ。浅助さんじゃ行きます。大丈夫ですか。初代先生的にはどうですか。死より深いよ。厳しい戦い、ただこれを乗り越えた先にチームの勝利がある。なるほどね。さあ、浅助さんに託しましょうか。やっぱ楽な感じですか。大丈夫、浅助さんならなんとかしてくれると思います。アクソル vs さあ行きましょう。アゼスケさんパワースタイルなんですね、イメージ的に。ですが本当にソル戦は定評があります。やっぱボールを作りたいに、この遠距離からの攻撃されてしまうと面倒くさい。さあイルカを潰せ、ジャネス、カウンターヒット、画面注意、2K からバースト、読んでいいですね。しっかり仕込んでおりましたね。上から行くにはちょっと DS がめんどくさい。ジャネス上から通して、 S サイスラ、おっと落ちてしまったが、このノーギウスでダメージを取ってヘルファイア状態、一歩手前。さあ足割れがヒット消えてしまう。さあ安全に設置完了。さあ発生は遅れている。さあ届かない。さあかなり熱い展開になってきました。ボールを作ることによってメインがちょっと状況有利か、あと押してしまう、持ってく打ち出し。さあゼスケメインが一本選手、またドガスさんじゃないです、ドドメザキさんです。あと敗北の構え、しかし当たらなかった。これはちょっと吹いてない。アクセル側、ああいうし、お互いに飛んでいきますが、さあ連戦空振りから物を作っていく。物じゃないですね、動物ですね。飛ばして画面足、さあ呼んでいた、上から痛いぞ、これバスト使うのやばい。さあ無理をしない、あっといるかもしまったが引っかかってしまう、我慢するか、トシトシラ噛み合いそうでしたが 2S をここは避けている。立ち合いお互いに落ちて、ここでいるか、画面端前行け、これを先に見ていましたが、画面端に反応で飛んできます。 2S 先置き、しかしバーストちょっと待ってしまったか。ジャネスどんな当たり方だ。おーっと捉えて、マイケルガード上か横か、どっちを見るか、かなり強い状況になってきた。助けーマックス、助け、止めたのはアゼスケメイ、素晴らしい勝利でございました。アゼスケさんのガード方法というか、のガード の切り替えがね、すごいいいですね。ガンガードで投げを越してみたりとか、バックスしたりとかね、素晴らしい試合でございました。しかし陽介さんのアクセルも、大活躍でございました。おめでとうございます。さあちょっと一瞬だけ配信をね、おうおうおう